いよいよ明日ですけれども、はい、今の調子、心境を教えてください。こっちで練習してすごいいい状態で、今日の練習した感じはすごい良かったので、明日の試合がすごい楽しみです。初戦長崎選手に決まりましたけれども、はい、印象などどうですか？やっぱりすごい威力があるボールが持ち味で、私もやっぱりそこを振らせてしまうとすごい取れないようなボールなので、そこをどうやってやっていくかっていうのと、もう本当にすごい強い相手なので自分も向かっていきたいなというふうに思います。今回また第1シードで、はい、ちょっとプレッシャーなり何かありますか？いや特にないですね、はい、もう一戦一戦自分の力が出したらいいなというふうに思います。じゃあ明日に向けて意気込みをお願いいたします。はい、代表を勝ち取ることが目標なんですけど、その前に自分のプレーができるように一戦一戦頑張りたいと思います。